当時、うんうん、事業部長、つまりまあ役員クラスの人ですね、うんうん、から、まあ、君は僕に似ていると、なので君はトップを取る人間だって言われたんですよね、はい、しかもそれって、はい、あの研修初日なんですよ。分かりきって聞いちゃうんですけども、はい、で結果は出たんですか？まあ、もちろん。あ、そうなんですか、はいはい、もう全同期が言うと思います。はい、なんでですか？同期で。こんにちは、ボトムソーです。本日は才能の塊であり営業のスペシャリストである素敵なゲストを招いております。登録者6万人の YouTuber あいみつチャンネルから金藤さんに来ていただいております。どうぞ。あ、どうも、今日はお願いします。お願いします、はい、あの、はじめましてではないですよね。もちろんそうですね。そうですね、はい、何度かお話、あの動画とかも撮らせていただいてそうですね、はい、あの僕もあのキエンスの同期で、あの17年入社ですよね。そうですね。あ、そうです、同期ですからね。そうですよね、うん、あ、ってことはもうタメ口でいいか。まあそうだね。あ、そうだね。正直、まあ、僕の方が一個上ではあるけど、あ、会社は同期なので。そうだよね、うん、で金藤君って関西だよね。大阪出身。ああ、僕もじゃ あ、ほんま、あ、じゃあもうあの大阪弁で、あ、ほんま、タメ口で、あ、行きます。あ、よろしくお願いします。あ、よかったよかった、はいはい、ありがとうございます。というわけで、今日の企画は、金藤のすごいところ。お、まあ、あの今いいですか？登録者何人だっけ今？ 6.7 万人ぐらいですかね。 6.7 万人、はい、まあ、6.7 万人ともなると、まあ、やっぱ金藤さんのすごさって重々みんな知ってると思うんですけれども、まあ、いやいやいや、まだまだですよ。まあ、今一度ね、僕の方からあの集めさせて事前にいただきましたので、ありがとうございます。そうです、まあ、この、 あの東京の街に住んでると、やっぱあの金藤さんがすごいっていう話もいろんなところが聞きますんで。本当ですか？はい、まあ、これからですけどね。あ、いや全然ですよ、うん、まあ、なのでね、今日はその中で僕が特にこれ光るエピソードだなって思うやつちょっと3つあの集めてきましたので、はい、まあ、それが、まあ、果たして本当かどうかっていうところと、あと本当であれば、まあ、実際それがどういうものなのかっていうのをね、あの詳細ご説明いただけたと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ1つ目、もうこれあのキーエンス時代なんですけれども、はいはい、役員、まあ、事業部長ですね、事業部長から、お前が将来のキーエンスを担うように、まあ、育成すると、お、1年目の時に言われたと、とのことなんですけども、これは、まあ、ちょっと大げさには伝えられてますかね、はい、あ、そうですか、はい、はいはい、まあ、君は、はい、まあ、当時、うんうん、事業部長、つまりまあ役員クラスの人ですね、うんうん、から、まあ、君は僕に似ていると。僕に似ている、はいはい、なので君はトップを取る人間だって言われたんですよね、はい、しかもそれって、はい、あの研修初日なんですよ。へ、だから何も仕事の成果とか、はい、マインドとか何も分かってない状態なんですけど、はい、まあ、一目見て、はいはい、僕の喋りとかを見て、うんうん、そういうことを言っていただけたので、うんうん、そこから頑張ろうってなって、はい、まあ、僕も成績残すために努力をしたっていう感じですかね、はい、あ、そうなんですね、はい、それは何ですかね、こう金藤さんのことを本当に一目で判断したのか、なんかこう面接の時のそのパフォーマンスが良かったのかっていうと、何なんですかね。それで言うと、はい、最終前面接がその方だったんですよね、うん、はいはい、でその時の喋り方とかがおそらく、はいはい、あ、でもそこまでは聞いてなくて、いい、もう真剣に君はもう僕に似てる、はい、トップを取る器だ、はい、頑張ってキーエンスを担ってくれみたいな話をしていただいて、へ、なんか同期でも、まあ、うん、ボトムソーさんも同期ですけど、そうですね、まあ、その同期の前で言うのはあれやけど、はい、同期とはもうちょっと違うって当時から言っていただいてましたね。あ、そうなんですね。営業したことない時期から言っていただいてました、まあ、確かに、全然なんか待遇が違うようには見えてて、うん、まあ、そういう、まあ、羨望の眼差しで周囲からもやっぱ見てたなっていうような感じはありますよね。まあ、自分では全然分かんなかったですけどね、うん、正直。じゃあ、 まあその入社初日から、まあ、そのキーエンスのトップに、まあ、なる男だって言われて、まあ、キーエンスのトップなんかもうすごいじゃないですか、本当に。まあ、そうですね。ね、もうソニーとかと同じようなレベルだと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、ほぼ任命されたというまあそれは言い過ぎですけどね。まあ、そこでこうプレッシャーみたいなものはやっぱ感じてたんですか？めちゃくちゃありましたね。あ、そうなんですね。めちゃくちゃありました。やっぱり、うん、
普通の周りの同期とかって喋、はい、ったり何か言われるってなっても、はい、直属のリーダークラスとかが多かったんですよね。そうですよね。なんですけど直接その役員の方に言っていただいたっていうのは、はい、僕の中で励みであり、でも逆にプレッシャーにもなったっていうところはありますね。あ、そうなんですね、はい、やっぱプレッシャーはあったんですね。そうですね、まあ、やっぱり他の人よりも結果を出さないとって思ってはいたんですけど、はいはい、結果出して当たり前みたいな言い方をされたので。なるほど。逆に出さなかった時ってマイナススタートじゃないですか。そうですね。普通の人って出さなくてもゼロスタートやと思うんですけど、うん、はいはい、そこの土俵がちょっとプレッシャーにはなったかなっていう。なるほどなるほど、はい、まあそれでちょっともう分かりきって聞いちゃうんですけども、はい、で結果は出たんですか。まあもちろん。あ、そうなんですね、はいはい、もう全同期が言うと思います。あ、なんてですか。同期で誰が一番って言ったら、はい、まあみんな金藤って言うんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、もうすごいですよね。だってキーエンスってね、そのまあある種こう入るだけでも難しいみたいな言われてる中で、そこでトップってやっぱすごいですよ。はい、まあ、その実績自体はもちろん誇りに思ってますし、はい、まあ、僕も頑張ったなって思うんですけど、はい、なんかキーエンス入るのってあんまり優秀だから入れるっていうイメージがなくて。ああ、そうなんですか。独特じゃないですか。まあそうですね、はい、まあ、大友壮さんもキーエンスじゃないですか。まあ そうですね自分で言っちゃったんですけど、うん、はい、なので、はい、まあ優秀というよりはすごいフィットした人を採用したいっていうところが詰まってる面接かなと思いますね。なるほどなるほど、うん、まあでも今や結構ね入りたい企業でだいぶ上位だと思うんですけど。そうですね。すごいですね。給料高いですからね。確かに、うん、じゃあまあその噂は本当だったということで。まあそうですね、はい、少し盛られてますけど本当ですね、はい、で、続いて2つ目の質問なんですけども、まあ、今金藤さんの起業されてるんですよね、独立して、はいはい、でそこで、起業の独立資金、はいはい、これがあのベンチャーキャピタル、はい、いわゆる VC ですね、からあの3000万円資金調達されたということなんですけど、はい、ほうほう、よく情報収集してました、ね、そうですね、なんかあのそういう話が回ってきたので。でその3000万円をほぼ事業内容の説明ゼロで己のポテンシャルだけで勝ち取ったっていうふうにあの聞いたんですけど、はい、これはそうなんですか。まあ、そのポテンシャルだけで勝ち取ったかどうかは定かではないんですけど、はい、まだ創業前、はい、創業すらしてなくて、はい、事業自体もまだふわついてる時、あ、っていうのは時期としてはそうですね。あ、会社もない時に資金調達されたと。まだ今のソロモンリサーチ&コンサルティングを立ち上げすらしてない状態。そうなんですか、はい、まあ、あのこれ知らない方のためにあの言っておくと、あの資金調達で一番最初の段階で3000万調達するって結構すごくて。あ、ありがとうございます。まあ普通ね、みんなまあ、何パーセント株手放すかにもありますけど、 10% を手放してね、大体1000万未満とかですから、はい、そういうのはまあ3倍っていうところでね、はい、金藤さんすごいですよそれは。まあ、僕のポテンシャルっていうのも、うん、もちろん見ていただいたとは思うんですけど、うん、まあ、どちらかというと、はい、まあ、周りの助けとか、はい、うん、この日こいつはすごいからって言っていただいたりとか、はい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 、その今で言うと、うん、今も仲良くさせていただいている経営者から紹介とかで、はいはい、その話を受けたんですけど、はい、こいつマジですげえからみたいな、はいはいはい、っていう下馬評みたいなのも後ろ盾はありましたけどね。あ、周りのおかげっていうのもあります。なるほどなるほど、はい、その人が結構口を聞いてくれたということで。そうですね、まあ、でもやっぱそれは実力があってるからこそなんじゃないですか。あってからというか、はい、そうだと信じたいですけどね、うん、はい、いやそれは絶対そうだと思いますよ。はいはい、しかも事業内容がもう曖昧だったってさっき自分でもおっしゃってましたけども。そうなんですか。そうですね、まあ、何をやるかっていうことは決めてたんですけど、はいはい、これをどういう座組でとか、どういうマネタイズでとかは、はい、まあ、そこまでフィックスしきってなかったので、もうどちらかというと本当に周りの助けとプレゼンでなんとかいただいたっていう。すごいですね。ちなみにこれもまた知らない方のために言っておきますと、普通のね、そのベンチャーキャピタルから出資を受ける際って、自分はまあもちろん素晴らしい人間であるとともに、その事業自体ももうこんなに利益が出て、こんだけ社会性も高くてみたいな、
まあ、そういうこう事業として素晴らしいっていうのをプレゼンして、ね、あのお金をいただくものですから、はい、もう本当に金藤さんの人柄であったりとかそういう能力をこう見抜いてで出資を決めていただいたんですかね。そうですね、まあ、もちろん PL とか事業計画書も作って出してますけどね、うん、ああそうですね、もちろん、はい、まあ、でもその上でって感じですね。なるほど、そう素晴らしいですね。まあ、実績ゼロですからね、うん、はい、で言うとあのこの間あの令和の虎も出られてたじゃないですか、はい、僕あの拝見させていただいたんですけど、 ありがとうございます。だそこでも、まあ、オールというか、まあ、あれはちょっとこうフランチャイズバージョン、そうですね、なのでなんかお金を積むタイプではないと思うんですけど、そこでもねあのオールになってたということで、まあ、あれも言ったらね金藤さんのこうポテンシャルを見られてたみたいなところあると思いますけど、あ、はい、まあそうですね、うん、ポテンシャルというよりは僕が信じてるのはその、はい、あの資格自体のポテンシャルかなとは思ってるんですけどね。あ、はい、謙虚ですね。ええ、じゃあまあ言ったらそのベンチャーキャピタルとこう令和の虎のこう二冠ということで、いやいや、もうそれはまあ、うん、ベンチャーキャピタルは大きなありがたいことですけど、まあ、それが二冠って言えるかって言ったらまあその小さなことですから、うん、ここから事業を伸ばしていくことが、うん、まあ、初めての勝利というか、あ、まあ、やっぱどこまでも謙虚ですね。こっから頑張っていきたいなっていう感じですね。素晴らしいですね、うん、じゃあ続いて3つ目、東京の経営者に最近のすごい起業家誰って聞いた時ほぼ全員金藤と答えるっていうことなんですけどあ、そうですか、はい、これはもう僕も実際やっぱ聞きましたし、はい、この耳で、はい、それはやっぱありますよね、はい、あるんですか。そうですね、まあ、あの名前は伏せさせていただくんですけど、あの、まあ、本当に僕ら の, あの同世代でもう多分最も成功してると言っても過言じゃないあの起業家がいて、はい、まあ、その方は本当に数百億 の, あの売却ですよね、はい、してる人なんですけど、はい、そうですね、まあ、その人もやっぱすごいって言ってましたし、でさっき の, あの、まあ、金藤さんのあの出資を受ける際にこう後押しをしてくださった方も実は僕も知ってまして、そうですね、はい、まあ、その方もあのやっぱすごいなって言ってたんで、まあ、本当にやっぱすごいんだなと思って、はい、なんかすごいの中身は分かんないですけどね、はいはいはい、はい、まあ、でもやっぱりあのなんというか通ずるものがあるんでしょうね。やっぱいわゆる彼らって成功者じゃないですか、はい、もうしかもその超成功者だと思うんですけど、はい、まあ、そういう人たちから見て、あ、やっぱ自分と同じタイプなんだなってこう思われてるんじゃないですかねって思うんですけど。なるほど、はい、まあ、でも確かに、うんうん、なんだろうな、すごい上の人にはすごく空いていただくというか、まあ、うんうん、そんなイメージはあるかもしれないです、まあ、そうですね、まあ、それも、ね、キーエンスの役員の人に言われたのも、はい、まあ、それがかなり影響してるでしょうね。確かにそうかもしれないですね、はい、なんか近い人から、うん、こいつすげえって言われることはあまりなくて、はい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 、すごい上の人、はい、まあ、すごい成功者とか、うん、すごい年上の方とかが、はい、こいつすごいなって言っていただくことが多いんですよ。だそこは正直言語化できてなくて、正直僕も理由が分かってないというか、この視聴者の方もやっぱ金藤さんみたいになりたいってやっぱ全員思ってるはずなんですよね。そうなんですか。まあそうでしょうね、はい、まあ、コメント欄とか見る限りですけど、はい、でやっぱ少しでも近づくためにやっぱそこをちょっとこう理由を教えてほしいなって絶対みんな思ってるはずなんですよ。まあ一つは、はい、ちょっとあの傲慢な話になっちゃうんですけど、ああ全然全然、はい、まあ、ここじゃないかなみたいなのはあって、あ、やっぱあるんだ。一つはやっぱり前職の実績ですね、はい、ああ起源層だよね、はい、やっぱり最年少で海外販促に入ってそこででっかい仕事してたみたいな、うん、じゃあ同期の中でもやっぱり一つ頭抜けた実感もあったし、はい、まあ、それ先輩含めた若手でもやっぱりそこに入った人っていうのはほぼいないので、はい、まあ、マーケティングの海外のところですね、そうですね、はいはい、そこはもう出世ルートって言われてるところなので、確かに確かに、まあ、その実績は大きいのかなとは一個思いますね。でもう一つは、はい、本当に自信というか、あ、確かに溢れ出るものがあるとはよく言っていただけますね、うん、まあ確かにやってくれそう感みたいな、確かに、まあ、僕もあの金藤さんとその目上の方との会食みたいなのに、はい、あのお付きさせていただいたことあるんですけど、はい、やっぱその時のこの金藤さんのこう堂々とした口調というか、喋ってることはそんなにめちゃくちゃすごいことを言ってるわけじゃないんだけども、そのなんか空気感で持っていくみたいな能力はやっぱすごいなって思いますよね。なるほど、はい、まあ、その自信から出るところは大きいかもしれないですね、うん、
だって基本的にその、まあ、いわゆる大物、金藤さんが好かれる大物の人たちって、まあ、特にこの僕らみたいな若い世代にはペコペコされて当たり前だと思うんですよ、はい、でその中で堂々と話すっていうだけでやっぱ一個差別化ですよね、大きな。あ、はい、まあ、でもこれは誰でもできるんじゃないですか、そういうもの真似しようと思ったら。そうなんですか、うん、うん、まあ、でもそれはやっぱりある程度金藤さんの中でのなんか成功体験だったりとか、はい、こう自分の能力へのこう自信というか、まあ、そういうものがこう反映されているような気もするんで、なんか真似できんのかなみたいな、自信のつけ方に関してはもうそんな一朝一夕でできるものではないんで、はい、まあ、僕のあいみちチャンネルで話している動画があるので詳しくは見てほしいんですけど、はいはい、ディズニーに例えて話したりしてるんで。ああ、ディズニー、はい、何ですか、ちょっと触りだけでも。あ、いいですか、はい、まあ、自信つけるのは3パターンあるっていう話で、1個目は、はい、まあ、シンデレラバイマイセルフっていう、何でしょう、僕が名付けたものなんですけど、はいはい、まあ、結局、はい、世界で一番手っ取り早くてコスパのいい自信のつけ方は、うん、見た目磨くことだよっていうところなんですよね。あ、まあ、常々ね、僕も動画見させていただいてるんですけど、はい、おっしゃって出ますよね、はいはいはい、なんで、うん、太ってたりとか、うん、髪型ちゃんとしてないとか、うん、肌汚いとか、はい、なんか直せるとこはすぐ直せるとこが多いので、そういう見た目を自分の中でも最大化するっていうところ、まあ、つまりシンデレラ、うん、魔女にやられるじゃないですか、うん、っていうのをバイマイセルフ自分でやっていくってことが最初手っ取り早いと思うんですよね。なるほどね。まあ、今日ちょっと目鉢子で美重悪いかもしれないですけど、あ、まあ、やっぱり高校の時はイケメンっていうキャラではなかったですけど、あ、高校生の時、はいはい、今ではやっぱり基本どこ行ってもイケメンって言っていただくんですよ。うーん、ってなるとそれだけでやっぱ自信になりますよね。まあそうですね、はい、確かに確かに。もう一つはその自分の強みを知る、はい、で最後がそれを元にした成功体験を積み重ねるっていう、これしかないと思ってるんで。なるほど。この3つを意識するっていうところが、まあ、自信のつけ方かなって。なるほど、なるほど。それをずっと積み上げてきた結果が、はい、まあ、その大物エスカレルみたいな。そうかもしれないですね、もしかしたら。なるほど、ね、自信っていうところは実はない人っていうのはすごく多いなって感じてて、はい、うん、すごい起業家で成功してる人も、はい、まあ、コンプレックスから這い上がってるタイプもいれば、はい、自信がどこまで行ってもないよねみたいな。うん、でもそれもそれで強みなんですけどね。うん、だからまた全く違うオーラが出たりとか、あ、雰囲気は出るんですけど。ちなみにその、まあ、金藤さんもその、まあ、成功体験がなかった時代があるわけじゃないですか。はい、それはその今言った3つを分かった上でやってたのか、なんかこういろいろやった結果振り返ったらそうだったなっていうと、どっちなんですか。振り返ったらですね。あ、やっぱそうなんですね。はい、まずやっぱり僕が最初に自信が満々になった時期ってわからないんですよ。うん、あ、そうなんですか。常にもう幼少期から自信満々というか、はいはいはい、それなんでなんやろうと思ったんですよね。はいはい、親が結構チャレンジさせてくれる親やったんですね。まあ、勉強とかも幼稚園の頃からも小3までやらせてくれてるみたいな。じゃあその周りよりも常にトップじゃないですか。そうですね、じゃあその周りよりも優れてるよねっていう、はい、まあ、1個の成功体験を、はい、もう小1から積み上げさせてくれてたりとか。そういえば金藤さん大阪大学ですもんね。そうですね、勉強もめっちゃできる、はい、あとは小3からサッカー始めるってなった時に、はい、まあ、その遅めやったんですよね、そのクラブチームやったんで。あ、そうなんですか。上の学年の人に混じって5人だけ選ばれるみたいな、うん、同期いっぱいいるんですけど、うんうんうん、そこに選ばれたりとか。ああ、そこでも頭角を現してたんですね、はい、そうですね。あと高校からも推薦来てたんですよ、サッカーで。へえ、すごっ、はい、しかもそのチームは全国大会でベスト4とか入るチームすげえとかも、はい、まあ、の練習とかも行ってたし、うん、そういうやっぱ成功体験が一個一個階段上らせてくれたなっていう感覚はありますね。なるほど、うん、だ一見その、まあ、金藤さん今そのビジネスっていう戦場で戦ってますけど、はい、まあ、そこで発揮されてる自信は本当小さい時のサッカーとかの体験とかから来ることもあるみたいな。そういう、そうですね、だからもう本当積み重ねですよね。はい、でその、はい、僕で言うとビジネスって向けた時、うんうん、社会人になった時って、はい、多少あったかもしれないですけど、うんうんうん、自信もちろんないですよ。あ、ないんですね。だって営業もしたことない人だったし、キーエンスって一流企業に入ったし、周りあなたもそうですけど、はい、営業経験あるやつがいっぱいいたんですよね。あ、まあ、はい、そうですね。だから正直不安だったんですけど、はい、そこで
どんだけ自分を信じきれるかみたいな、うん、自分もう宗教やと思ってて、なるほど、もう自分自身に対する、はいはい、金東京やと思ってるんですよ。なるほど。じゃあ僕やったら今まで何かやったら絶対トップというか、はい、結果出してきた人生やったから、うん、キーエンスでも出るやろ、はい、じゃあ別に今周りよりも営業経験というか、うん、っていうものは少なくても、うん、やってれば1位になれるっしょっていう感覚は常に持ってるというか。あ、そうなんですね。じゃないと独立なんかできないんでしょ。まあ確かに自信ないと間違いないです、ね、うん、だから何もないとこ、うん、もう僕ももちろんあるんですよね、うんうんうん、勉強やったらそもそもお母さんのおかげやし、うんうん、サッカーも自分で掴んだものやけど、うん、ビジネスにその自信って持ってこれないじゃないですか、うんうん、でも勝ち上がった経験というか成功体験は移植できるなと思ってて、うん、確かに、まあ、自分のマインドですもんね。そうです。結局マインドで全部作れるなと思うので、うんうん、そのおかげで自信は常にあるかなっていう。なるほど。今から大谷翔平になれって言われたらきついかもしれないですけど、はい、社会人野球のチーム入れって言われたら、うんうんうん、いける気しますもん。あ、そう。野球経験ないけど。へえ。だからそれぐらいもう全然未経験の領域でも、はい、もう自信さえあれば、そうですね。素晴らしいですね。いけると思います。はい。わかりました。でまあ、あの最後になんですけれども、まあ、あの金藤さん今されている事業が、まあ、営業のコーチングだったりとかいろいろされてると思うんですけど、はい、まあ、特にこの YouTube では、まあ、営業系の発信をされているということで、はい、まあ、今そういう、こうコーチングですか、はい、をされてるんですか。コーチングもやってますね。あ、それはどういう相手の方にされてるんですか。 2B いわゆる企業様に対してコーチングっていうのも入ってます、はいはい、これは何かっていうとレンタル上司っていうビジネスで、企業ってなんで営業組織が成熟しないかって、はい、だいたいリーダーマネージャー陣が不足してるんですよね、うんうん、でじゃあそこに対して我々の会社が入りますよっていう事業だったりとか、はいはいはい、なるほど。まあ一個はもうそもそも 2C、うんうんうん、スクールを作ってます。ああ、スクールですね、はい、だからこう視聴者さんとかまあ、営業に困ってる方々に向けて、はい、まあ、そういう教えるっていう。そうですね。なるほど。マインドから醸成していって、はい、ノウハウとマインドの2力、2軸から成長していってほしいなっていうスクールも運営してますね。なるほど、うん、まあ、僕その2つ目の方のちょっと聞いたことあるんですけど、はい、結構やっぱ手厚いサポートされてますよね。いや、手厚いですね。すごいですよ、本当に、はい、絶対に結果出る座組を作ったので、うん、なんかすごいあの報告受けてなんかこう改善策みたいなのを提示してますもんね、はい、いや素晴らしいです。だからもうね、まあ、キーエンスで学んだことを今の事業にも生かしてるってことですね。そうですね、まあ、花金をなくすっていう理念がありますから、そこに対してつながる事業をちょっと頑張ってるって感じですかね。わかりました。はい、じゃあというわけでね、はい、今回、まあ、才能の塊であり、まあ、あの営業の神である、はい、金藤さんにお越しいただいたんですが、まあ、あのやっぱりね、まあ、自信がすごい垣間見えて、なんか僕までやっぱりこう鼓舞される時間でしたね。あ、ありがとうございます、まあ、本当に素敵な時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、まあ、あのそうですね、今後も、まあ、YouTube あの続けられると思うんですけれども、はい、まあ、やっぱりこの最後の花金をなくすっていうところがやっぱり金藤さんのこう YouTube でのこう伝えたいものなんですかね。そういうことですね。わかりました。まあ、あの本当に日本を変えられるあのお方だと思いますので承知します。はい、まあ、ぜひあの頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。